福井県の越前海岸東尋坊です。ここは9作目の柴又慕情の舞台になったところですが、マドンナは吉永小百合さん扮する歌子さんということでした。金沢で出会った寅さんと役柄で宮口誠二さんが小説家になるんですが、その娘さんの吉永小百合さん、歌子さんがですね、この東尋坊や永平寺も訪ねるという設定でした。福井県永平寺町にある永平寺です。以前私ここに一度伺ったことがあるのですが、今回また伺ってゆっくりと境内を散策させていただきました。そして夜はこの永平寺の下にある門前町の宿で一晩宿泊をさせていただきました。